ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。皆さん、こんにちは。え、ま、あの、ご紹介いただいた、えー、金竹という名前でございます。よろしくお願いします。マイクを使った方がいいかな。ごめんなさいね。はい。じゃあ、今から、花火の、えー、取り方と道具の説明をいたしますね。45分間、45分間かな、とお付き合いください。お願いします。はい。 でですね、あのー、写真をちょっと上映しながらお話をしましょう。去年ぐらいから日本の花火大会がだいぶ復活してきました、ね。新型コロナの影響を受けて花火大会が中止とか延期とかなっていましたが、だいぶ増えてきました。ちょっとね、僕驚いたことがあるんです。去年1年間で何回ぐらい花火大会を行われたかなって調べてみたの。僕が個人的に日本中の花火の <laughs> 打ち上げ回数何回ぐらいやったと思いますかえっ、ー、とね、8月15日の、えー、お盆の時には、この関東近辺だけで150回。<laughs> でねいや、コロナの前は1年間で4300回日本でやってたのよ。で、去年ねあ、で、コロナの時はすごく減ってしまって、1年間で300回ぐらいまで落ちたんだけども、去年は、ね、6500回まで復活したの。でも最近のね、またニュースでは、 大規模花火大会に予算が集まらなくて、中止っていうのもいくつも発表されていた。で、花火大会の様子がだいぶ変わってきました。うん。で、まあ、大規模花火大会もうまくいってるとこもあるし、中止になったとこもある。ちっちゃい花火大会を個別にね、毎週土曜日10分間だけやろうっていうとこはだいぶ増えた。企業でプライベート花火やる人も増えた。ね、あとはあの、プロポーズの花火をやるとかね。幼稚園とか学校とか大学とかでやるっていうのも増えました。 それで数が爆発的に増えました。今年はもっと増えるでしょう。例えば2月の10日、なんかあの冬の花火でね、日本全国で何回ぐらい、何箇所でやってるかなと思ったら60箇所。2月の10日で60箇所で日本中でやってたの。この今6月になりまして、この夏から秋にかけたの花火大会の情報がネット上でだんだん出てくると思います。 カドカーがやっている、えー、ネット上の、なんとかウォーカーっていう情報では、6月から9月の間で1000回程度の花火大会の定を発表していますね。でも、それ以上に日本ではあちこちで花火大会が行われております。まあ、皆さんね、ぜひあの、ご近所の花火、まず楽しんでいただいて、で、大規模花火大会には1回ぐらい行くと楽しいのかな、なんて思います。また、 今、日本の夏はものすごく暑い。なかなか、あの、外にお出かけするのが難しいので、僕がお勧めしたいのは、秋。秋の花火。まあ、素晴らしい花火大会がたくさんありますんで、秋の花火も楽しんでほしいな、なんて思っております。花火といっても、日本中で各種によって様子がだいぶ違います。大きさも大きい花火からちっちゃい花火まで、たくさん上がっている。 世界最大級の花火は9月に新潟県の小千谷市片海で4尺玉という大きい花火が開く。どのぐらいの大きさなのかというと上空で開く大きさは直径800メーターという大きいのがある。じゃあ東京はどうなのか。すごく有名なのが隅田川の花火大会。日本の歴史上の中で一番最初に花火大会をやったのが大川、あの今の隅田川の花火大会ね。 そこで上がってる花火は、川幅が130メーターぐらいしかないので、上で上げる花火は直径が130メーターぐらいの4号玉。4号玉というと、花火の中では中規模。隅田川の花火は全国的にものすごく有名なんだけど、あんまり大きい花火は上がってないのね。打ち上げ数は2万,2万発といって、すごくたくさん上がってるんだけども、パン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 っていう花火で、ドーンという花火はない。 あの花火は僕が思うに地元の人たちが大切に楽しんでほしいなと思うの。去年、いや、去年から始まったことではないんだけど、インバウンドで海外からお客さんいっぱい集まってきてます。それで、どうしたもんかなって言ってるとね、地域が増えてきたの。花火大会に人が集まりすぎている。例えば去年の隅田川の花火大会。従来だと隅田川の花火大会って、70万人とか、 多い時に90万人集まっちゃった。どうしようってなってたんだけど、去年はね105万人集まっちゃった。あそこはあのビルがいっぱい建ってますんで、広いところでみんなで集まって見れる場所がないのね。ビルとビルの隙間からちょっと花火が見えて、うわーすごいってみんな楽しんでるのね。それはちょっと大変な状況です。で、緊急車両が取れなくなります。消防署のおじさんとか警察の署長さんがみんな怒ってます。なんでこんな集めたんだって言ってね。 でもあの花火大会は日本の歴史上とても大事な花火大会。今後も継続してほしい。でも日本中から集まる必要はないのかもしれない。花火は地元の人たちがまず楽しんでいただいて、それでスペースがあれば、余裕があれば海外から、まあ地方から集まっていただいてもいいかななんて思っております。花火を撮るにあたって必要な道具、カメラ、レンズ、 三脚なんてね、いろいろはございます。で、花火ね、これ見ていただくと、実は人間の肉眼とはちょっと違った様子で見えてるの。どういうことか。シャッタースピードをすごく遅くするとこういう写真が撮れるんです。じゃあ、シャッタースピードを速くするとどんな風に映るのかっていうと、こうなっちゃう。 ね、これは4分の1秒というシャッタースピードで撮ると、こういうなんですね。写ってる花火は紅ボタン花火。トーン赤い光の粒がふわーっと広がっていくの。それをね、バルブ撮影とか長時間露光とか長秒撮影なんてやり方で撮ると、こんな風になります。同じような花火なんだけど。どうなんだこれは実は鉱石、光の線が写っているから、 肉眼ではこんな風には見えていないのね。肉眼で見え,見えた近い状況としては、こっちの方が本当は近いのかもしれない。でも、写真としては、この表現方法としてはちょっと寂しいなと。僕はフィルムの時代からずっと花火の写真を撮っていて、どっちかっていうと、こっちの方が写真表現的には僕は好きなので、長秒撮影、バルブ撮影ということで、こういう写真を撮って発表しております。 これあの、えー、説明するにあたってこんな写真を撮ってきました。暗い場所で光ってるものが動いている。シャッタースピードを早めにして撮るとこんな風に映る。これ30分の1秒ってシャッタースピードを撮ると動いてるクマも止まって映るのね。で、バルブ撮影、長時間ロコ、長秒撮影、花火と同じように撮るとこんな風に映ってくる。これは肉眼で見たのとはちょっと違いますね。 でも、写真表現上の楽しみ方です。で、止まってるように見えてるのに、長い時間かけて撮ると、星空や飛行機が動いて映る。鉱石、光の後、鉱石が映って、写真表現上のものができると。これはね、1時間半ぐらい撮ったかな。で、これご覧ください。これ2時間近く撮ったかな。決してこれ肉眼では見えないですよね。 花火の撮影に通じるものだなと思います。それぞれに合った設定をしなければ撮れない。ということで、ちょっとこのね、どんな設定で撮ってるのかってよく質問を受けるので、こんな作ってきました。これあの写真撮っていただいて構いません。メモしていただいても構いません。 ところが、これでしっかりいくのかっていうとなかなかそうはいかない。おお、みんな、ちょっとこの様子写真撮りたいな。<laughs> みんなカメラ出し始めた。あ <laughs> とで、ちょっと誰かカメラ持ってきて撮ってほしいです。お願いします。はい。いいね。みんな、し、しんのって撮っていただいている。露出モードはマニアにします。あの、露出プログラムとかシャッタースピード優先にすると、 オートの機能が働くとなかなか花火があの、さっきの公式で映らなかったりとか、予想場になったりすることなので、ほとんどの機能をね、マニュアル設定にします。それでマニュアル設定にして、もう、ISO 感度をなるべく低く。OM システムのカメラと ISO 感度200。で、絞りいくつか書きました。5.68、11、13、16、19。なんでこんなにいっぱい書いたのか。 花火ってね、江戸時代から作られたワビ花火って暗いオレンジ色の花火から銀カモロギークってまんなすごい眩しい大きい花火まで明るさがいろいろあるのよ。初めて行く花火大会でどんな花火が上がるかわからない時には、イソカンド 200F11ND の8っていうフィルターを装着して撮り始める。撮って液晶モニターで写真を見て、あ、白くなったと思ったら13、16にしていく。 暗いなと思ったら8とか5.6に変えていく。花火大会は1時間とか2時間ある中では設定を変えながら撮ることができます。で、僕が思うに初めて行く花火で最高の作品が撮れるかって言ったらなかなか難しい。何回も何回も通っているうちにどんな大きさの花火が上がるのか、どこの位置で上がるのか、どんな演出なのか、一箇所打ち上げなのか、 単発なのか、連発で上がってくるのか、ワイドスターマインなのか、っていうことが分かってくると、来年あのカメラ持ってこよう。あのレンズが必要だったんだ。ここにいると煙が流れてくるから来年は反対側に行こうとかね、いろいろ想像ができる。2年かけて3年かけてようやく作品ができるな、ってに感じております。で、えー、今度はシャッタースピードバルブ、またはライブコンポジット。 OM システムさんのね、カメラに入っている、ちょっと楽しい機能、ライブコンポジットって機能があるの。それあとっと説明します。<laughs> 通常は、バルブという設定にすると、長秒撮影、長時間録音ができますので、シャッタースピードは BULB のバルブにします。ね、これが普通のやり方。で、僕のこだわりがね、花火の色をきれいに出すために、見た目に近い色を出すために、ホワイトバランス。 ダブルピーク一番下に書いてあるのがね、ホワイトバランス。曜日という色鮮やかな花火、パステルカラーのピンクとか紫とか青とかピンクとか、その花火を撮るためには3300キビで自分で設定するの。オートとか、晴天のマークとかではない。自分で設定をします。で、江戸時,江戸時代から伝わっている詫び花火、オレンジ色の花火ね。 これはあの線香花火と同じような色をしています。炭をし燃やした時のオレンジ色。それを取るためには、実は花火屋さんによってちょっと違うんだけども、4300ケルビンから4800ケルビン。これも何回も何回もその花火大会に通っていると、この花火屋さんの和美花火、もしくは西木カムロは4300でいいんだ。こっちの花火屋さんは4800がちょうどいいんだ。ということが分かっていくる。 花火大会に行って、これは素晴らしい花火だな。感動的だった。って言ったら、もう一回来ようと。二年かう。三年かう。って言ってるうちに、だんだんその会場のことが分かってくる。自分のカメラを扱うことができるようになってきて、いい写真が撮れると思うんです。毎年、OM システムさんでは、板橋の花火大会で撮影会をやっております。これが、去年、 板橋の花火大会で撮った写真。板橋の花火大会は、都内の花火大会の中でも結構大規模です。で、あの、見ていただきたいのが色ね。上の方に開いてる花火、紅、青、緑、いろんな色が入ってるんですね。この色を表現するためには、3 3 0 0ビンのホワイトバランスがちょうどいい。うん 絞りは書いておりませんが、さっき言ったように、取りながら調整していくの。で、1時間もあれば、最初のね、5分、10分で試し取りが何回もできる。そうそう。例えば、2万発の花火大会があったとします。2万発全部取らなくてもいいと思うのよ。2万発で1時間の時間があるとするじゃないよく見てると、最初は、ドドドドーンってスターマインがすごく激しく。 うわー飛んなきゃびっくりするし楽しいしワクワクドキドキで走行しているうちにカメラが操作できなくなったりとかそんなことが始まるわけ。でも1時間の様子をよく見てると花火屋さんはね、後半に行けば行くほど形の綺麗な色鮮やかな花火をね、後半に持ってくるんだよ。ここ見てよっていうのはね、後半に出てくるんだよ。前半の10分、15分、20分間は試し撮りをしましょう。 2万発の花火全部取らなくてもいいと僕は思っている。花火屋さんがここを見てよっていうのは中盤から後半にかけて上がってきますから。そこをしっかり取るためには前半に機材の準備をし、水平を合わせる、三脚の高さを合わせる、ピントを合わせる、試し量を何回もして、今日の花火はこの絞りでいけるって決めてから後半の花火を取るということができるといいなと思っております。 そこで、じゃあ僕はどんな機材で撮っているのかをご覧いただきたいので、ちょっと今マイクを置いちゃいます。生声でお話しします。すいません。はい。まず三脚が必要。三脚はちょっと中型三脚の中の小型のものを僕は今回持ってきました。で、混んでる花火大会で三脚をね、立てる時の特徴というかな、コツを教えたいと思う。教えたいって偉そうだよね。ごめんなさい。ちょっと、 混んでる場所でもう人がいっぱいいる中で、すいません、ここちょっといいですかいいよ。じゃあ入ってごらんなって言った時にもう人が横にいる、三脚も立ってる。そういうところで三脚を立てるときに、こうしたらもう隣にぶつかっちゃってますね。これもうなんだよって言われちゃいますんで、混んでる場所でどうやって立てたらいいのか。縦のまま伸ばす。あら、スマート。伸ばす。三脚もね、 いや、カメラってさ、毎年のように新しいカメラが出てるじゃない実は三脚もね、毎年進化してるの。こんなスムースに三脚って僕のよ。10年前の三脚ってみんな一生懸命一個一個こうやって、長さの調整も非常に苦労してるじゃない今僕がやったようにね、この3つのロックナットを片手で締めたり緩めることができる。こんなスムースなの。しかもカーボン製なので軽い。片手で持てる。 で、開いた時にカメラを乗っけたら自分の目の前にカメラが来る。こういう三脚が私の体に合っている三脚なのです。三本の足を伸ばしてカメラを乗っけた時に、ちょっと横向きにしようかね。例えば、このぐらいの高さの三脚っていっぱいあるじゃないね、あのカメラセットを買うと、おまけでくれたりすると、高くするとこのぐらいじゃないそうするとカメラ操作して間にも花がどんどん上がるわけ。 カメラ操作で。花火見てるとカメラが操作できないわけ。この高さだとカメラを操作しながらも目の端っこに花火が見える。タイミングを失わない。ので自分の体に合ったものは3本の足を伸ばしてカメラを乗っけた時に目の前にカメラが来る。そんな三脚が自分の体に合っている。エレベーターを伸ばすとエレベーターは振動でブレます。エレベーターはなるべく使わない方がいい。ちょっと高さ調整で使う分にはいいけれども。 で、これがあの自由雲台って言ってね、ここを緩めると縦にも横にもなる。便利で、小型で、持ち運ぶりがすごく便利で、軽くていいのね。OM システムさんのカメラっていうのは、カメラもレンズも小型軽量なので、こういう小型の三脚、小型の雲台は合ってるんだけど、実は、花火の撮影の時はちょっと困っちゃうことがある。横位置で撮ってる。一箇所打ち上げだって縦にする。 そうすると、これあの、あまりにも自由すぎて、水平が取りにくいのよ。これあの、持ち運びには便利なんだけど、この自由雲台は、花火の撮影ではちょっと手間がかかる。まあ、ほんの2秒ぐらいね。2秒あれば水平は取れる。でも僕がお勧めしたいのは、パーアン棒がついている 3way の三脚。ちょっと変えます。 実は三脚というのはこの三本なしのことを三脚と言って、こいつ雲台雲の台と書いて雲台って言うんです。好きな雲台と好きな三脚を組み合わせることができる。私が最近使っていて気に入ってるのがこの雲台パーン棒がついておりますので、縦、横が片手でできるの。自由雲台だと両手でやんなきゃいけない。水平が取りにくい。こいつだと縦、横はもうこれでもう水平も合わせることができる。 でね、持ち運びがね、こやっぱりパーン棒だと棒が出てるから、電車持っていく時にちょっと、うん、どうしようかなと思うじゃないところがね、レオホトさんが作ったこの自由運転は、これね、外せるのよ。外せるのよ。折りたためるの。びっくりした。これが、こうやって。これがいいのよ。これ OM システムさんの小さい小型のカメラには非常に最適。 ほい、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 ほい。これで、ケースの中に入るんですね。パーン棒が畳めたから。なんという、三脚も題も毎年進化しております。こんなものがあるっていうことも知ってほしいなと思っております。よし、乗っけます。でね、あの、例えば、 OM システムさんのカメラはマイクロフォーサーズという撮像素子なので小型軽量に作られてるのね。でもフルサイズのカメラなんかになるとカメラもレンズも大きく重くなる。そうするとこういう小型軽量の三脚ではちょっと心もとない。カメラがでかくなればやっぱり三脚もでかくしなきゃいけない。そうなってくると電車での移動がちょっと大変になってくる。花火大会はさっきも言ったようにものすごく暑い。 30度、35度、40度近い。そんな中で、3キロ、4キロの機材を持っていくのか。いやいやいや、それは大変だと。この、<laughs> OM さんのカメラ、レンズ、2キロないですもんね。で、僕があの花火大会に行くときに必要なレンズとしては、広角ズームレンズ。こいつは8ミリから25ミリの広角ズームレンズ。で、標準ズームレンズ。12から40の標準ズームレンズ。 一般的な花火大会で観覧席、カメラマン席で撮影するときにはもうこの2本のレンズあれば十分 OK。どっちかというともう8から25、1本でもいけると僕は思ってんの。でも、地方に行くとね、大きい花火大会にものすごい近くに観覧席が用意してあるところがあって、そういうときは7ビリが欲しいなとっていうこともあります。行ってみてわかることがある。やっぱり花火大会って何回も何回も通っていううちに、その特徴が分かってきて、 どの機材を使っていいのかもだんだん分かってくる。花火というのはものすごく明るいので、さっき表示した ISO 感度、絞りを調整しても露出オーバーになっちゃう花火がたくさんあるので、サングラスの代わりになる ND フィルターを付けます。ND の8。ND フィルターもいろんな種類があって、ND の8が OM システムさんにはちょうどいいと思っています。 で、こうやって付けるのね。まり、丸型の ND フィルター。これはもう必ず1枚持ってた方がいい。で、レンズによって大きさが違うので、この径とこの径で合わないから、自分の持っているレンズの径をよく調べて手に入れてほしいななんて思っております。必要なもの。リモコン。これケーブルでもさせるし、リモコンとしても使える。でもリモコンはずっと手に持ってなきゃいけないと、撮影が浮上するので、 紐をつけます。こうすれば、片手で操作ができる。ね。で、ヘッドライト、必要です。花火はものすごく明るい、でも手元は真っ暗となった時に、おいしょ。ヘッドライト。しかも、赤いライトだと周りに迷惑をかけない。白いライトだと眩しいぞって言われちゃうから。そういう時には首から下げる。そうすれば、周りに迷惑はかけない。ね。こうやっとけばね。 こういうものが必要です。花火大会行くと楽しくてバッテリーいっぱい使っちゃうので、呼びバッテリーが必要。で、レンズを拭く布も必要。この後、ご覧いただく写真で使っているちょっと道具をお話しします。実はね、OM システムさんのカメラに新しい機能がついていて、私は驚いてるんだけども、その機能を使うまでは私はこいつを使っておりました。 丸い ND フィルターではなくて、角型のハーフ ND フィルター。こっちは普通のガラス。こっちだけフィルターがかかってんの。こんなフィルターがあんのよ。で、これは丸みさんの製品で、これマグネットで作くタイプ。これは非常に便利。これであの、どう使うのかをこれからいろいろここで上映しながらお話をしていきます。はい。ちょっとコードを繋ぎます。 一年間で私は花火大会何回行ってるのかって数えたら、年間で130回ぐらい行ってました。<laughs> 3日に1回とか。でも1日に3箇所行くこともあるの。ちょっとおかしいよね。それはちょっとおすすめしません。まあ <laughs>、年間2回ぐらい行けばいいんじゃないでしょうかねって思います。大きい花火大会と地元の花火大会ね。ええ。ちょっとご覧ください。これ板橋の花火大会で撮った写真でございます。1箇所打ち上げ。 いろんな色が入っている。これなんか見てパステルカラーのね、彩色ボタン花火。一つの花火の中に青赤黄色緑ピンク紫。いろんな色が入ってるの。この色を出すためにはホワイトバランス3300ケルビン必要です。で、花火大会の後半で中盤から1.5尺玉。都内最大の1.5尺玉。直径がなんと350メーターぐらいに開く。都内最大でございます。それは OM システムの撮影会ではもうね、 目の前じゃないの。上で上がるのよ。広角レンズが必要になりますね。はい。で、後半になって、ワイドスターマイン。で、この色もやっぱ3300ケルビンです。で、ここで見ていただきたいのが、おしこの辺ね。実はこの上の花火に比べて、下のこの紛失花火がものすごく明るいの。で、普通の丸型フィルターで撮ると、例えばこっち側が適正露出で映ると、 上が暗くなる。普通の丸型フィルターで上を適正露出に取ると下が真っ白になっちゃう。そこでこのハーフ ND フィルター。角型ハーフ ND フィルターでぐるっとして、こっから下だけフィルターかけてるんだ。よく見るとこの紅ボタン、赤いの色出てるけど、ここはちょっとロスオーバーじゃないここにはフィルターかかってないよね。この辺りにフィルターかけてる。こっから下だけフィルターかけてるの。 で、下と上の花火の明るさの調整をしているのね。これを長年かけてやっておりましたが、OM システムさんの中には、これが必要なくなってきたという話を聞きまして、驚いております。はい。で、写真をご覧ください。先日、6月2日、横浜開港祭で花火が上がるというので行ってきました。ところが、もう次の時期ですから、雨です。土砂降りです。 観覧席を水浸し、どうしますのってなるわけですでも、花火上がるんですよ。花火ってね、どんなに雨でもね、打ち上げることができるの。筒の上に蓋がしてあって、電気点火でスイッチを押すようになってますんで。昔は一個一個火を入れてたじゃない昭和のやり方。今、電気点火なの。ね電気点火聞いたことないでしょそういう時代なのよ。で、電気点火ですから、花火上がります。で、上がってみました。取ってみました。ダーン。 もう煙の中、雲の中。実はこのイベントは花火ではない。レーザー光線と照明と火炎放射、音楽。で、花火が上がってくるの、ね。で、火炎放射、レーザー光線、照明を際立たせるために、わざとスモークを焚いてるの、ね。で、花火の煙も、あと雨も相まって、花火が見えづらい。ね。で、ここでね、実はこの、 あとで細かく説明するけど、今ちょっとさらっとお話するけど、この、ハーフ ND フィーターが、実は OM システムさんのカメラの中に入ったの。そんな機能がこのカメラの中に入ってんの。OM1 Mark II。はい。あそこにいっぱいありますんで、お買いによろしかったらどうぞ。それを使って、こっから下だけね、フィーターかけようと思ったのね。かけたんです。でも、もヤがすごすぎちゃって、その効果が全く、効果が出なかった。 それでいろいろやり、やり込んでたどり着いたのが、まあこちらもそう。ハーフェルリフィーター使っても無理だなと思ったので、そこで私が取ったのが、ライブコンポジットっていう手法。ライブコンポジットっていう手法を使うと、明るい光の線だけが映る。中途半端な、この雲のモヤモヤは映りにくい。全く映らないわけではないんだけどね。 これもまた OM システムさんのカメラにしか入っていないような機能です。とはいえ、右側のこの雲は消すわけにはいかない。消えなかった。しっかりした光の線だけ映る。そんな機能があるんです。完全なクリアな花火ではないんだけども、なんとかライブコンポジットのおかげで、写真はまあまあ許せる範囲で撮れたかな、なんて思っております。ライブコンポジットの機能。 っていうのがあるので、それはぜひご自身で試していただきたいと思います。はい。ね、これ下の方、レーザー光線火炎放射。レーザー光線火炎放射。あと照明がある。ビャーンビャーンとものすごいの。だからね、これあのー、撮影にはおすすめできない。花火はすごいんだけど、見るには楽しいんだけども、撮影は大変だわ。えー、おすすめしないから。 来年の6月2日です。<laughs> で、撮ったのが、銀カムロギクのものすごく明るい花火と、下の明るい照明を、ライブコンポジットっていう機能を使って撮ると、こういう風になりました。通常のバルブ撮影だと、雲と萌やで真っ白気になっちゃう。そんな花火を撮ってみました。さあ、ちょっとご覧ください。動画をご覧ください。そのライブ、ライブコンポジットっていう機能なんですけど、通常のバルブ撮影とは違う。 どういうことかバルブ撮影すると、撮影中は液晶を向いたが真っ暗になっちゃう。でもライブコンポジットっていうのは、撮影中もね、パラパラ漫画のようにね、花火を見ることができるの。しかも光の線だけが、鉱石だけで映っていく様が見えるのよ。不思議不思議。これ今撮影中。こいつも撮影中。バルブ撮影は感と経験が必要。 でもライブコンポジットは、あ、今、花火が開いた。よし、もうこれで撮り終わろうと思ったら、写真を撮り終わればいいわけ。初心者向けの優しい機能だな、と僕は思う。で、撮った写真がこれね。ライブコンポジット、撮った写真がこれ。もう一回ご覧ください。バルブ撮影とライブコンポジット。ライブコンポジットで、ライブコンポジット用のシャッタースピードの設定が必要でございます。 それは僕の好みは二分の1 2というシャッタースピード。ライブコンポジット二分の一のシャッタースピードにしておくと薄い煙は消えてくれる。花火の光だけが映るということになります。でも最近流行りのね、夜景と花火を撮るとなった時にはライブコンポジットがなかなかうまくいかない。夜景と花火を撮るときにはバルブ撮影が必要になります。その場その場でその花火に適した機能を この中から選んで使うということをやってますね。はい、こんな感じでございました。では続いて。どん。手筒花火。ご存知でしょうか愛知県と静岡県の一部でやっている人間が持ったまま火をつける手筒花火。手筒花火は竹の中に火薬が詰まっていて、縄で締めてやる。 それを人間が持ったまま花火をやる。460年の歴史がある。伝統花火です。愛知県に行くと、あちこちの神社で、ちっちゃい神社でその花火の祭りをやってるのね。僕はよく撮影に行くんだ。それで、あまりにも素晴らしいから撮影家をやろうと思っても、神社がちっちゃすぎて皆さんお誘いすることができないの。それで、毎年3月に撮影家をやっております。撮影のために手術を作ってもらって、打ち上げをしてもらってるの。 ちょっと見ててください。後ろにいるのが撮影の皆さん。参加者の皆さん。気をつけました。はい。素晴らしい。すごい。素晴らしい。 後ろにいるのが撮影会のお客さんたち。まあ、勇ましい。感動的。シンプルなんだけど、何回見ても感動する。これをね、人がやってるんだ。460年もやってるんだっていうことでね。で、撮影会にこの OM システムの、ね、鹿島さん参加してくれたんですね。ありがとうございます。鹿島さんが撮った写真をご覧ください。これ。う<ー>で、もう一枚、これ。ドーンって羽の瞬間。あ、もう一枚あるね、これね。 羽の瞬間を、あ、こちらは、シャッタースピードを遅くして、ヒノコが流れるように、土砂降りのヒノコの中に立っているような写真の撮り方をした。その後、設定を切り替えて、シャッタースピードを早めにして、ドーンって羽の瞬間を撮った。でも、ドーンって言ってからシャッターを押したんでは遅いわけ。ドーンって言う前にシャッターを押さなきゃいけないの。それ、だいぶ大変なのね。手術花見のことよくわかってても、なかなかタイミングが合わない。そこで、 OM システムさんのこのカメラの中には、プロキャプチャーモードっていうすごい機能が入っていて、それを使うとね、カメラのシャッターボタンを半押しにしておくと、カメラの中では何かが動き始めてる。何か動いてるなってかわかるのよ。で、ドーンと言った後にグッと押し込むと、グッと押し込んだ手前から写真が記録が始まるのよ。えぇ、ー、なんかね、タイムトラベル。 それをここで実演してみたいと思うのですが、よろしいでしょうかすいません。ちょっと切り替えますね。お待ちください。え、じゃあ、和田さん、ちょっと、協力お願いします。何をするのか説明します。和田さんを撮ります。ちょっと待ってね。カメラの設定を変えます。電源を入れます。電源入れました。あ、和田さんがいらっしゃいました。で、そうだ、ちょっとね。だいぶ g n d という、このカメラの中に、 ND フィーターが入ったってお話をしましたので、その機能もちょっと説明をさせてもらいます。これこれ。こっから下半分暗いでしょでこっから上半分明るいじゃないで、これをさ、変えることもできるんだよ。で、これを上下に変えることもできるんだよ。これすごいの。ね。こんな機能が入った。素晴らしい。 OM システムのおじさんたちは一生懸命頑張って作ってくれております。<laughs> はい。ありがとう。まさにこのカメラってさ、花火のために作ってくれたんじゃないのって僕は勝手に思ってます。それで、プロキャプチャーモードというのをやってみましょう。ちょっと待ってね。あ、こちら。プロキャプチャーモード。ここに書いてる、ね。プロキャプ。えー、っと、シャッターを押すと、シャッターボタンを半押ししてみます。和田さんに、ちょっといろいろ。 左側にさ、青い、緑の丸とぐるんと回転してそうなマークあるじゃないこれでもうカメラの中動き始めてんの。何かが動いてんの。それで僕が、5、4、3、2、1って言うから、手をパーンと叩いてほしい。ちょっとオーバーアクションで。よろしくお願いします。行きます。5、4、3、2、1! <laughs> OK。で、今ね、書き込み中です。左上に赤いチカチカしてるじゃない ?SD カードに書き込んでおります。これちょっと書き込みまでちょっとお待ちください。で、今撮った写真を。あそれはちょっとあなた、ありがとうパーティークラッカーが届きましたちょっと和田さん、お願いします。すいませんですよね。うわあ嬉しいな。これ開けてくれるちょっとあ、もう一個開けてくれる それでね、これ使うときにはね、上の蓋開けとくといいのよ。<laughs> ええええ、ちょっと、協力協力してあ、誰か手伝っていただける <laughs> すいません。ギュッと、そこやって、もう無理やり、無理やり。あ、そう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 。そうそうそう。オッケーオッケー。ありがとうございます。オッケー、あと2個。あ、じゃあ、あと1個でいい。うん、鹿島さん、あと1個。で、2本いっぺんに和田さん、僕に、ありがとう、ありがとう。はい。じゃあ 鹿島さん、これを、あ、渡してあげてくれる、はい、でね、こういうことしよう。こうやって、トーンと弾いてほしい。はい。でも、5、4、3、2、1言わないから、もう好きなタイミングで、ドーンってやってほしい。はい、そ,いしそれをうまい具合にこのトーンが映るのか。<laughs> もう一歩前に出てくれる、はい、<laughs> カメラに向けちゃって、向けてね。はい、はい。え、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、トーン、トーン、トーン。よし、来た。では、和田さんの好きなタイミングで、<laughs> お、あ <laughs> 間に合わなかったです。い<や> <laughs> すいませんです。<laughs> 油断してました。向きをレンズの方に向けていただくといいと思う。で、もっと近づいてほしいの。もっともっと。あ、そう,そう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 。じゃあ、好きなタイミングでどうぞ。はい。はい。おい。映ったかな今、あの、書き込みしてます。書き込み。これを再生してみましょう。書き込みが終わってから再生でございます。 こういう機能を使うと、スポーツの写真、あとは鳥の飛び立つ写真とか、カワセミが水中に飛び込む、魚を取り捕まえてまた出てくるなんていうね、そんなタイミングをね、あっいい感じじゃないですかひょい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 おお、来た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 ほら来た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  シャッタースピードが遅かったからブレてるけど、トーンっていう瞬間映ってるね。これを使ってさっきの手筒花火を撮ることができる。プロキャプチャーモード。これね、手筒花火をに作ってくれたんじゃないかなと僕は思ってて、もう OM システムさんにありがとうと思ってるわけ。はい。そんな機能があるということを見てほしくてやってもらいました。どうもありがとう。後でお支払いしてますんで。<laughs> はい。ありがとうございます。 こんな機能があるんですよ。じゃあ写真の上映にしますんで、切り替えていただけますか。ありがとうございます。はい。これは手筒のね、トーンいう跳ねという瞬間を撮ったものですね。じゃあ続けてご覧いただきましょう。5月に長野県の小さい村でやっている、町でやっている水中花火。それを撮ってきました。水中花火をライブ GND。さっきあの、これご覧いただいた、えっ、ー、と、 半分だけ暗くなる機能、この中に入ってるのを使って、で、水中花火の、上の水面の花火だけ ND フィルターをかけて、下の水面は ND フィルターをかけないということで撮ってみました。で、水中花火っていうのは、人間の目では上の花火も水面もね、美しく見えるのよ。でも何も工夫しないで撮ると、水面が暗く見えるの。暗く映っちゃうの。それしょうがない。 そのカメラ、人間の目と脳の方がすごく能力が高い。おぉ、来たわー、いい感じ、いい感じ。ね。はい、これです青ボタン花火と紅ボタン花火、水中花火です。水上花火というところもあります。点滅。点滅花火の水中花火。 で、この後は、このちっちゃいところで、すごく素敵な花火も見れる。なんでしょう、なんでしょう。いや、この音、ワクワクするね。ナイアガラ。こ面にナイアガラですよ。なんとおしゃれじゃないですか。これも、ライブ GND を使って、水面から上のナイアガラだけ、ND フーターをかけて、水面の ところはフィルターをかけないということで写真を撮ってみました。ライブ GND は動画には使えません。この写真だけ。で、ナイアガラっていうのは点火して火が走る、ふわーっと落ちてくる、で消えるまで約90秒ある。90秒の中で何回かいろんな試しをすることができる。おい、来たはい。これは水中花火。これがあの、ライブ GND を使って水面から上だけフィルターをかけてるの。 そうすると肉眼に近いような明るさで水面も花火も見ることができる。点滅の水中花火。ね。で、ナイアガラ。はい。こんな感じです。で、その撮ってる様子を動画で撮ってきた。写真撮ってる様子をカメラの後ろにビデオカメラを置いて撮ってみたの。 構造を決めてます。まあ、こんなもんでいいだろうって撮影が始まりました。これはバルブ撮影の、あ、ライブ、ライブバルブじゃ、うん、忘れた。ライブ GND? で、水中花火、もう一回。この後、ナイアガラの方がもうちょっとわかりやすいかもしれません。 撮った写真がこんな感じと。長方。うん、これから構造を決めてピント合わせたりとかします。 その様子を見ててください。今、ピント合わせ。構造を決める。90秒ありますから、焦らない。焦ってはいけない。ピントが合う。あった。撮影開始。あ、し、絞りを調整している。今、撮影中。撮影が終わるとちょっと待ち時間がある。 撮った写真がこれはいこんな感じでございましたはいありがとうございますじゃあちょっとねこの後の写真はね早送りしながらいろいろお話をしていきましょう OM システムさんは他のメーカーよりも一歩先を進んでいる機能がたくさん入っているカメラをいつも作ってくれる それを使って、どの機能を使ったらこの花火に適正に撮れるか、自分のイメージ通りに花火が撮れるかをいつも考えながら、試行錯誤しながら花火を撮っております。どこの花火も一緒かっていうとそうではない。打ち上げ方も大きさも色も違う。僕はその花火大会に行きながら、試しを何回も繰り返しながら、その花火大会に適正な自分のイメージ通りに撮れるような機能を選びながら撮っていると。 いうことになります。今日はね、45分間だったので、なかなかあの、深い話までできませんでしたが、こういう取り方してるんだな、ということを大まかに分かっていただけるといいかな、なんて思っております。みんなこれ写真撮って。<laughs> これ予定表、あと2つぐらい出しますんで、これ写真撮ってっていう様子を、もたさん正面から撮ってほしい。ちょっと楽しいじゃないみんなが画面撮ってる様子。 <laughs> みんなカメラで顔隠してお願いします <laughs>。はい、お願いします。ありがとう、ありがとう。これまだ花火大会のほんの一部です。僕が興味を持ってこれから行こうかなと思っている予定。これ8月です。OM システムさんではおそらく花火大会の撮影会をやるのかなと思います。いずれ発表されるでしょう。で僕はあの旅行会社で撮影ツアーをちょこちょこやっております。 例えば7月の28日、愛知県のトヨタおいでん祭り。ものすごい近いところでワイドスターマイン、尺玉が開くという。まあ素敵な花火大会がある。ぜひ一緒に行きましょう。9月10月ちょこっとしか書いてないけど、これから色々発表されると思います。涼しい花火大会。これからね、花火屋さんや主催者も夏の花火をちょっと延期しようよっていうところがちょこちょこ出てきてます。 10月、11月の花火大会は少しずつ増えてきてますんで、無理して暑い花火大会、大混雑の花火大会行く必要もないかなと思います。ぜひね、あの花火を楽しんでいただきたい。地元の花火を楽しんでほしい。で、全国の花火大会でお出かけいただいて楽しんでください。ちょっとお時間過ぎてしまって申し訳ございませんでした。これで私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。